ナイスだよ、カカシ。まさか、そんなはずはない。とにかく、様子見だ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。先生、今日は俺が隊長でしょ。千鳥行くぞ。それに、先生、あなたが言ったんです。今、隊長は俺です。行くぞ。早い。くそ、影分身か。じゃあ次だ。18人目。印はつけた。そいつを見たら、とにかく逃げろと上官から教わったが、その意味がやっと分かったぜ。囲まれている。しかも相当な数。どういうことだ。任務ランクとは明らかに違う危険度。彼なら一人は守れる。あと一人は俺が守るしかないか。オビト、これは遊びじゃない。はい。カカシとリンの二人はその間に任務を果たせ。お前たちが逃げ延びるのが最優先だ。はい、分かってるって。ガドン豪華球の術。オビト邪魔だ。こんなところで負けてたまるかよ。おかげになる男だ。影分身やめ。大丈夫かい。これはまずいね。どうした、カカシ。ミナト先生、オビト、カカシ、リン、なんで俺こんなとこに。説明は後。貴様、一人で俺たちの相手をするつもりか。任務はやり遂げる。カカシが間に合ってくれ。螺旋閃光、超リップ光三式。ミナト先生、俺は負けたのか。俺の心には何もありゃしない。今はもう痛みさえ感じやしない。後ろめたく思わなくていい、カカシ。この風穴はこの地獄の世界に開けられたものだ。一人で妄想ばかり穴に詰め込んでみても、心の穴が埋まるわけがない。リン、おい待て、サスケ。サスケ、積もる話は後だ。かつて同期で友であった俺にこいつのけじめをつけさせてくれ。
オビト、チャクラを引っ張り合った時、君の心の中を見せてもらったよ。オビトを本当に理解し、何かを言えるとしたら、友達の君だと思うよ、カカシ。覚えているかい？4人でこなした任務の数々を。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でも、そうさせてしまったのは俺の責任だ。死んだはずの俺が君たちの前にこうして立っているのは偶然じゃない。リンがそうさせたのかもね。先生のくせに何やってんだって。リンは俺にとっての唯一の光明だった。リンを失って後、俺の見る世界は変わってしまった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。お前を失ったと思っていたし、すぐ後にリンを失い、そして湊斗先生までも失ったからね。でも はっきりとは分からないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。